さあ本日のゲストはデヴィ夫人です。よろしくお願いいたします。なんとお呼びしたらいいんでしょうかね。私のこと、どうお呼びしたらよろしいですか。普通の方は皆さん私のことやはりデヴィ夫人とか夫人とか呼んでらっしゃいますけれども、あなたたちは私の孫よりも、そうですか、若いから。そうですか、うん、じゃあ剛なんて呼ぼうか。剛とおっしゃるの。剛あなたは。私光一と申します。光一、はい、でキンキさんっていう人は、僕らが2人合わせて KinKiKids というグループ名でやらさせていただきます。申し訳ありません。じゃあ、KinKi剛に KinKi光一。そうです、そうです。そう思っていただければ、皆さんご存知でした。それでは参りましょう。お、札で堂本新聞。デヴィ夫人は偽物疑惑浮上。私が本物、名乗りを上げた女性が、私が偽物って言うんですか。どういうことなんでしょうね。VTR があるということなのでちょっとご覧ください。じゃああなたたちは KinKi の偽物。何を言う。デヴィさんとは 4、5 回お会いしてるんですけれども、初対面の時に私はデヴィさんのモノマネをして挨拶したんですよね。そしたらデヴィさんがこの方お釜かしらっていうふうにおっしゃって、さすがなんかこう短い言葉でさっとね表現なさるのは素敵な方だなと思いました。そのようにですね、短い言葉でさっと表現できるようなデヴィさんに皆さんも憧れてらっしゃると思います。How to デヴィ。デヴィさんになるためにはどうしたらいいか。どうしたらいいか。まず低音、声を低くしてねっとりと出します。大変結構です。この状態、そして顔をしかめっ面にします。ひがないですね。ひがないですね。大変結構です。そして口を半開きにしたままで話す。信じられないですねという言葉も信じられないですね。信じられないですね。大変結構です。明日からもあなたもデヴィさんになって街を歩いてみませんか。モノマネ講座でした。また来週。私の特徴よく掴んでらっしゃいますよね、やっぱり。あ、そうですか、モノマネされるっていうのはどうですか、気分いいですか。やはり真似されるということは貴重価値があるからだと思いますから。何カ国語ぐらい喋れるんですか。まあ日本語、インドネシア語、インドネシア、フランス語、フランス語、英語、英語、あとそうね、スペイン語とイタリア語は少々かしら。じゃあもう約6カ国語。そうね。のえちゃんは何カ国語ぐらい。もう全然。まあでもね、言葉言うても結局気持ちと気持ちのキャッチボールみたいなもんやから、もうなんか適当にわーやっとったら向こうも笑って、でその後こっちも笑って、それでまあね、もう友達みたいな。言葉を超えた。そうそうそう、もうボディアタックって感じ。ボディアタックかい。この結論あったみたいな。金髪なんて大変。まああと皆さんがそうですね、気になってることといえば普段の生活もどのくらいゴージャスなのかなっていうのは多分気になると思うんですよ。うん、意外とシンプルかも。そうですか。あそこもちょっと見ていただきましょう。世界に2つしかない超高級ボールペン、価格ちょっと待って、6億円。何何何ですかそれ。6億円。ああ、それはないわ。純金のペンやないかは持ってますけど、6億はしないわね。これもペンになるんですよ、これ。ここもペンになるんです、これ。あ、本当。書くの。これペンですよ、これ。あ、そう、ちょうだい。マジですか、これ。欲しいですか。じゃあこれ。その世界に一つしかない宝石の箱の横に、ね、アンテナですかこれ。何を言うの。車のアンテナ。
てない。刺し棒ですから。刺し棒、刺し棒です、ね、じゃあぜひ後ほど。じゃあいらない。続いての新聞参りましょう。デヴィ夫人、あなたは何も分かっちゃいない。我が道を突き進む夫人に反発の声。うーん、何も分かっちゃいない、すごい見出しですね、うん、ちょっと見てみましょう。 VTR 見てみましょう。ちょっとタイのロケご一緒させていただいたんですけど、あのデヴィ夫人はやっぱりね、いつもこう私って使うじゃないですか、こうやって。あとなんかこう英語新聞とかを、英語で書かれてる新聞とかをこう毎日読まれてたりとかして、すごいこう知的で高貴で本当にこう近寄りがたいっていうイメージで、私本当に毎日こうすごい緊張してたんですね。でもお話ししてる時になんかね、どうもね私の言葉が通じない時がよくあるんですね。若い子が使ってる言葉をね、あまりご存じないですね。あとね、なんか若いこうミュージシャンであったりとか、若いタレントさんとかのお名前をあまり知らない節があるんじゃないかなって思うんで、これ堂本兄弟ですよね、番組。多分ね、こう横に座っているどなたがキンキキッズなのか、堂本兄弟なのか、ご存じないのではないかなと私は想像するんですけど、どうですかデヴィ夫人。そういうわけで何も分かっちゃいないというねことですけども、僕らも大丈夫ですよね。先ほど僕はどっちだと思いますか。キンキでしょ。グループ名がキンキキッズでございまして、堂本光一さんに堂本とっと堂本剛さんね。お若いわよね、まだおいくつ。23です。あ、そう、もっと若く見える。お、本当ですか。若く見えますか。っていうことは頭が足りないっていう。思ったんです。本当ですか。外国に行ったら絶対重視。海外それはそうですね、うん、海外だとそうですね、いや嬉しいな。もう最近おっさんやおっさんや言われますからね。言われるのちょっと嬉しかったな今な。ちなみにうちのメンバーは分かりますかね。みんな近畿なのね。違う違う、ここ二人だけです。あ、そう、で後ろの方々はミュージシャンです。ミュージシャン、ミュージシャンの方々ね。こんにちは。女性こんにちは。女性一人いて、はい。こちら今日ちょっと欠席されていました、ね、彼が一番ハンサム。そうですね、うちのメンバーだとそうですね。理系ですね。あ、そう、2枚目な。実物も可愛い、あ、そう、なんで今日欠席なの。すいません、みんな役目さんでも申し訳ないですね。本当申し訳ないです、ね、言葉も知らないという話も出てましたね。言葉どうですか。例えば合コンとかね、そういう若者の使う言葉ってあるじゃないですか。これ略してるんですよ、合同コンパっていうね。じゃあここでデヴィ夫人に問題を、はい、今時の若い者言葉、これをチェックしていただきますね。モー娘。モー娘。若者じゃない。モ。映画な。モー娘で。モー娘。モー娘知ってますよね。いや、モー娘ってよく新聞に出てますよね。ああ、はい、もう今やもうね、国民的アイドルと言われてますもんね。この方来たわよ、私のうちに。あ、本当ですか。収録が終わった後、通りで怒られてたわ。なんで怒られてた。知らない。なんで怒られてたんだろう。でもなんでモー娘って何かこう牛かなんかに関係あるの。これは略してるんですよね、これも。短く言葉をキュッと、モーニング娘というね。どうしてそんな人気アイドルユニットですよね。モーニング娘の略。でも夜も出てますよこの方たち。さあ続いてです、こちらです。逆難。あ、これは知らない。なあ、知らないですか。逆難。まあ僕は一回もされたことない。え、そうですね。逆難された人います。います、この中で。なんか女子高生にね、カツアゲされたことある。
でも取れそうだもんね、なんか。はい、みたいな。すぐ出ました。あげちゃうんだ。逆なの分かりませんか。あげた方がなんか助かるっていうような感じ。ねえ、違うね。話全く関係ない、そう、ね、これはですね、男性が路上などで女性に声をかけることをナンパと言いますよね。その逆で女性が男性に声をかけることをこう言います。それどう思いますか。今こういうのもあるみたいですよ、実際に。やっぱり男性の方から声かけられた方がいいと思うわね。女性らしさ失っちゃうような気がする。だからあの男性の方から声かけられるような雰囲気か品を作ればいいんじゃない、女性は。僕らもでもあれですよね、基本的にあの感覚若くもないですよね。感覚はね、脳みそはね、脳みそはね、脳みそなんかも毛生えてるぐらい老けてますから、ね、毛生えたらええがな。ないでしょ。いやいや、僕らのことはほっとってください。さあ、こちらをご覧いただける広告なんですね。堂本光一23歳、堂本剛二23歳、キンキッズですね。素晴らしきコンビ愛、あいつがいなきゃ俺ダメになってる。週刊どう思うとというね、自分の雑誌ですよね、そして誠さんの記事も出てますね、全て見せます衝撃の関東グラビア。見たくないな、どんなグラビアなんだろう。見たくないな、あんまり。あの方どうなった。ちょっと見ました、誠です。あら、写真の方がいいわね。堂本ランキング小耳に3。さあ、じゃあ見てまいりましょう。第3位です。実はゴージャスな服には飽きてしまったらしい。いえいえ、私はまだまだゴージャスなお洋服は好きですけれど。好きですか。なんでああいうことになるのかしら。視聴者の噂なんですよね。あ、そう、何を指して言ってるのかしらね。どうなんでしょうね、これ。これもね、ハリウッドの、あのフェザンディっていう人のお洋服なんですよ。フェザンディ、そう、まあでもね、デビューさんは否定しますけども、ゴージャスな格好飽きてる証拠となる映像を入手してるってこと。あ、そうなの、ちょっと見てみましょうかね。何でしょう。何ですか、近頃人工のものがよく出回っていて嫌ですわね。騙されないようにしっかりと本物をお選びください。ある意味ゴージャスだね。ビーフたっぷりペティオのジャーキー。何ですか、外見がゴージャスなのに限って中身が変わったりするものですね。まずは中身をしっかりとお確かめくださいませ。素材にこだわりペティオのおやつ。何ですか、何か売れるとすぐにそういうものが出てくるのもめんどくさいですね。これから生き残れるのはやっぱり本物だけですよ。本物の味、ペティオのささみジャーキーとチキンガンモグ。私のファミリーどこ行きました。ファミリーが、ファミリー来てるの。はい、マミーとこいらっしゃい。かわいい。よいしょ。何やお前、俺に興味あんのか。そうかね、女性だから。いや、女の子さ、女の子。これデルさんすごい偉いことになってますよ。ちょっと汚れましたね。デルさん、デルさん、これ今偉いことになってますよ。急にこの子落ち着いたな。すみません。はい、どうも。はい、はい。元気な。ねえ。ねえ。いや、なんであんなね、あんな格好をデビューさんよく引き受けたなっていうね。やっぱり犬が好きだから、ああいう格好も。そうそうそう。私が犬をすっごい可愛がってるっていうのを知ってらして、宣伝してくださいませんかっていうお話で引き受けたんです。じゃあ続いて第2位見てみましょう。
グルメなデヴィ夫人だが大好物は意外にもおにぎりらしい、うん、いえおにぎり好きじゃないですだってあの中まで食べないとおかずが出てこないじゃないですか、はいはい、そうですね、腹が立ってしまうだからあの周りにねおかずが周りにあって中にご飯が入ってて、おのりが回ってたらばいいなって、そうですか、ね、というわけで作ってみました逆おにぎり、あ、本当うわすげえ逆おにぎりです。堂本おにぎりデヴィ夫人バージョンということです。でもこれ手が汚れる。確かに取ってあげて。はい、明太子と梅ですね。梅と鮭と昆布がありますが、どれを？明太子。みんなも食べたいの、どうぞ食べてください。マジ？あ、これはグッドアイディアよ、ほら。やっぱりこっちの方が中に入ってるよりもこっちの方がいいですか、いただいてもいただいてもおかずが出てこないで白いご飯ばっかりいただいて、真ん中に固まってますからね、そう、これをさらに海苔で巻いてくだされば手でつかめるんじゃない、なるほど、確かにおかずからの方が喉越しが、喉越しがちょっといいですね、なんか嬉しい、うん、嬉しい、うん、嬉しい嬉しい、これおーうまい、普通に飯食ってたうまい、うん、おいしいよ、普通に丸々1個食ってもらうデヴィ夫人の思う、うん、ゴージャスだと思う食べ物、まず何が好きですか食べ物、うん、やっぱりね、ドンペリニオンのロゼーに、うわー、大きな粒のドンペリオ、ドンペリシャンペンカラーのキャビア、黒くないキャビアがあるんですか、黒いのはあれはスウェーデンのキャビアで全然上質のものじゃないんですね、やっぱり、黒くないのって何色なんですか、茶色いですね、茶色い、茶色くて透き通っていて粒が全然スウェーデンのより大きいです、でスウェーデンのは塩辛いですよね、でもあのカスピ海で取れるキャビアはそんな塩辛くないし、皆さんどうですか、最高に自分にとってゴージャスな食べ物、今までで、サザエのつぼ焼きというこの食べ物に憧れて、やっと頼む時が来てね、サザエのつぼ焼きください、でいざ食べようと思ったらなんかあの結構怖いものが出てくるんですびっくりしましたよね、俺の憧れてたものが こんな怖かったんだっていう、食べれずじまいで、そうですね、僕ですか、うん、まあやっぱりまあ彼女に作ってもらった料理ですかね、うん、男女関係なくさ、こう自分が好きな人間が作ってくれた料理っていうのはなんか美味しく感じますよね、いや本当のことじゃないですか、ね、その彼女とか奥さんとか、何人ぐらいアルペンでいるの、1,2,3,2,1,0第1位です、小さい頃からの夢フラメンコダンサーをまだ諦めていないらしい、そうね、憧れてまして全然練習する機会がなくって、うん、最近始めたんですけれど、そうなんですか、うん、なんでまたフラメンコ、情熱の国スペインっていうか、情熱ですね、もうあのビートが大好き、うん、まあというわけでですね、実際ね、もう皆さんでそのフラメンコのねお稽古したい、あ、そうですか、どうもとフラメンコ、というわけで今日はデヴィ夫人とフラメンコを習いたいと思います、お衣装に、着替えていただきまして素晴らしいですね、我々もダンスシューズに履き替えまして、はい、履き替えまして、やる気満々中やりましょうね、というわけで、フラメンコを教えてくださいます先生ですね、ココ石井先生でございます、よろしくお願いします、先生の模範ダンスを、あ、そうですね、はい、見せていただきましょう、うわー、ポイントはどうなんでしょう、フラメンコは、あのよく使うのがゴルペっていうこういう音なんですけど、まあゴルペで簡単です、パッ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 
サウシイ一二イサウ短いの一二サウシイタンイタタタンタタン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 ウンポンパ。堂本兄弟はご覧のスポンサーの提供でお送りします。これ本当にするんですか、時間があなたの髪を傷つけている。根元と毛先では傷つけられた時間が違う。ダックススーパーリッチならリペアリフトがダメージレの ミュージックスタート。おトイレでじゃあミュージック、はい、どうぞ。それデビさんでしょう、ね、あ皆さんの中で、ええ、あ上手なんじゃないですか今の決めとか。こうでもいいですよ。必ずこういうのとか、だからパッとかってパッとかそうそうそうとかね、そういう振りがあるから、だからこういう振りがあるから。3人でキンキと、いいですね。で俺らバックダンスやね。バックダンスね、やっぱ夫人前の私が踊るんですか。そう、前ので僕らバックで踊らせて。ミュージックスタート。ビートセレクション赤い糸伝説。さあというわけで、デヴィ夫人にですね、はい、この中でそうですね、今日はまあタイプというよりも、社交界に連れていくんであれば、誰と一緒に行きますかという質問にしましょうかね。あえてもうあえて選んでください。あ、そうなの。あの後ろの僕ら目つぶってますんで。絵の人どこ行ったの。絵の人に行くのも分かってるんで、もう省きます。で、じゃあ僕ら見ないように目をつけますので、後ろで静かに背中を押さえてお手をお触れくださいませ。じゃあ、シャドウさん、これ本当にするんですか。そう、あえて選ぶんだ。そう、お願いいたします。さあ、誰でしょう。誰ですよね。あえて選ぶんだね。そう、はい、お願いいたします。さあ誰でしょう。誰でしょうね。
なぜそのソースを選んだ理由は。え、あの可愛い子ちゃん。うわ、そうですか。私の前をそそそそっと歩いて、ドアをさっとこう開いてくださって、私が椅子に座ろうとしたら椅子をちゃんと引いて戻してくれて、私が立ち上がったらハンドバッグをそっとこう渡してくれて、どうできます。なんや、そういうことをしたんかも。だからデビさんと言ったらそういうことをしなきゃね。ね、でもね、エスコートしないといけないですね。エスコートですよね。うん、ね、はい。さあ、というわけで今日一日いかがだったでしょうか。え、楽しかった。あ、そうですか。ありがとうございます。というか皆さんのリアクションが面白かった。堂本兄弟はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この夏だけのクールビューティー。